こんにちは。2019年8月22日です。定山渓小金湯、RV 桜パークに、向かって走っております。RV パークちょっと見落としてしまいまして、通り過ぎてしまいました。そしてぐるぐるちょっと回しまして、近くでこう見てました。あ、ここだなということで、坂の上を登ってきました。道路から外れまして、すぐ砂利道があるんですが、そこをぐーっと坂を登っていきます。RV パークの入り口の方に看板が出てました。桜レンタルとか書いてまして、1日2万円という表示が出てます。そこの坂を登っていきますと、この RV パークがあります。この利用料金はちょっとわかりません。監視カメラがついてまして、不審者をすぐ分かるようになっているみたいです。管理棟もありましたけども、どなたもいらっしゃいませんでした。電源の方はあるみたいです。確か6、7台泊まれるんじゃないかなというふうに思います。電源のポストが6、7本、ありました。この一泊料金がちょっと2万円ってことないと思うんですよね。2万円はレンタカーの料金で、ここに宿泊はちょっといくらか分かりませんけど、2、3000円でないかなというふうに、思います。水道、トイレの設備も整ってます。ちょっと上の方に上がっていきます。冬になりますと、ここ雪が積もりますと、ちょっと登れないような坂です。今の時期ですと十分登れます。誰もいなかったんですけども、ここに来て、監視カメラが盛んに見られたというのは分かっておりました。詳しい情報は分かりません。ウェブの方に、つないでくださいということです。ちょっと正式名称もいまいち分かんないんですけども、札幌小金湯桜 RV パークですね。南区小金湯675っていうところです。そこに、あります。この辺はちょっと道の駅がないんですよ。なもんですから、車で車中泊するにはちょうど利用できるところじゃないかなと思います。去年は確かここなかったんじゃないかなと思うんですよね。去年もウェブで調べてたんですけども、検索入れた時には去年は出てきませんでした。今年になってこうがヒットしたんで、結構今年になってから作ったんじゃないかなというふうに、思います。あまり宣伝はされてないみたいです。設備は非常に質素ですね。必要最低限のものがあるということです。ゴミはですね、このRVパークからちょっとこう下がってこの道路まで行くんですけども、道路の端の方に、ゴミのポストがありますので、そこに捨てることができるみたいです。道路の上の方にあるものですから、環境的には静かに過ごすことができるんじゃないかなというふうに思います。とにかく電源が使えるというのが最大のメリットですね。道の駅で宿泊も北海道はできますので、電源でちょっと充電したいとか、冬の間ちょっと電源を暖房の代わりに使いたいというときは、ここを利用されるのが、結構一番お得なやり方じゃないかなというふうに、思います。今映ってますのはこれ管理棟なんですけども、どなたもいないんですよ。一応チャイムを鳴らしてみたんですけども、リモートでつながるかなと思ったんですが、そういうこともなく、無人の状態で、いるということです。このようなストーブもありまして、ここで薪を焚いて、ある程度ここで暖を取ることもできるような風になってます。利用した痕跡はですね、あまりないんですよ。利用したっていう、痕跡がなくてですね、ちょっと分かりませんね。とにかく電話もかけてみたんですけどね、ちょっとつながらないんですよ。なもんですから、あくまでウェブで前の日に連絡して、またメールで連絡をいただくっていう形を、取るんじゃないかなというふうに思います。定山渓、ここから定山渓温泉街までは2キロほどで、到達できるところです。ちょっと定山渓に入る道よりもですね、一本ちょっと川沿いの方の道に入るんですよ。なんでちょっと分かりづらいかもしれませんが、カーナビでセットしてくれば来れると思います。これはこのようなですね、砂利道がありまして、ここを登ってきたんですけども、今これ帰る時の撮影なんですけども、下っていきますと道路に出ることができます。ここですね、登ってきたのかな、これ登った上のところ、この右上の方が車を止めるようなスペースで、6、7台の電源ポストが用意されております。
田舎にあるんですよね、この RV パーク。街の中にあればですね、使えるんですけども、ある意味、定山渓は道の駅がありませんので、ある程度使い心地がいいのかもしれません。近くにもキャンプ場がありますんで、キャンプ料金と比較するとちょっと高いんですけども、電源が使えますよというメリットがあるのかもしれません。このような管理棟、そして多分シャワーもあると思うんですよね。でこの裏の方が24時間使えるトイレに、なっているようです。今日はこれから、定山渓温泉の方に、向かって、走っていきます。今日はここで定山渓温泉で、一泊して明日帰ろうかなというふうに思います。このところは北海道はあまり天気が良くありません。来週になりますと結構天気が回復するんで、また少し走ってみようかなというふうに思ってます。なかなかこのような RV パークも、これ出てますね。これがいまいちこの看板がですねちょっと分かんなかったんですよ。1日2万円からと書いてるんですが、これレンタカーなんですか、 RV のキャンピングカーのレンタルなんでしょうかね。キャンピングのレンタルにしてはそこそこ安いんじゃないかなと思うんですけども、RV パークの値段では、ないみたいです。これがゴミ箱ですね。ここに出たゴミを捨てることができるみたいです。この道路からですね、急に左に入って上がっていくんですよ。私ここ分かんなくてですね、通り過ぎてしまって2回目で分かったんですよ。キョロ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 しまして、看板があるということで、看板なんだろうと思ったら RV パークと書いてますが、ここかということで、やっと発見することができました。ご利用される方はこの看板を見落とさないように、していただければ、と思います。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。